ササビーとナイチンゲールってどっちが強いの？ナイチンゲールの方がササビーより強いみたいな風潮。ササビーはパワーダウンするからな。ハンネルいっぱいついてるしね。プロの意見は知らんけど素人目にはすごそうに見えるぞ。運動性はササビーの方が高そう。そっちもナイチンゲールの方が水力あるという化け物っぷり。そもそも水力設定あったっけ？設定はないけど、パワーもスピードも持続力も対応力も全てナイチンがササビーを圧倒してるという描写だった。アムロはなんか不思議をカルト奇跡パワーで勝った。赤さんいなかったらシャー勝ってたから。ベルチルだとアムロを圧倒してたし、赤ちゃんバレアなければ勝ってたしね。第2次スパロボアルファーで初めて見た時はデフォルメされてるからこんな感じになってるのかと思ったら、実際も割と変わった体型だった。プロポーションではなくシルエットで見せる機体。ササビーはボコラで描写が多いんだもの。 MSV 扱いの方で普通にササビーの強化発展型って設定もあるんだから、風潮も何もあったもんではないのでは。昔はそうじゃなかったはずだが、今はササビーが持ってる武装は全部持ってて、さらにプラスアルファだからな。ササビーは最近コンテナに多機能明太子くっつけた。不思議モード、アナハイムレコードの高速移動形態が元。ナイチンゲールならハマー&キュベレイとシロッコの字置き同時に相手できたのかな。乗るのが変に責任まで背負わされた後半クワトロキのシャアなら、多分何に乗っても正直あんま変わらんと思うぞ。クワトロだと何乗ってもなんかダメそうだよね。ジョニキエンジョイモードのシャアがほ強いの好き。劇場版しか知らないと、何このサザビーとアルパを融合させたような機体ってなるなった。アイフィールドは積んでないよな今のところは。ない。機体の性能差も描写はされてたけど、根本的にベルチルってシャアが強くてアムロは衰えてるイメージがある。アムロはパイロットとしてピークすぎてるってのが強調されてるね。ベルチルくらい性能差があればサイコフレームをくれてやった発言もまあ説得力がある。富野監督はもっとシャアを強く描写したかったけど、主人公が苦戦するのはダメって言われてどうしようもなかったらしいな。ガンダム一機じゃ戦争に勝つこともできずに、最後に救うのは未来を担う子供のニュータイプの力で解釈すると、巡り合い宇宙のオチをもう一度やってアムロとシャアを退場させたかったのかなって思った。他にもいろんな動画をアップしています。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。